ハンニバルはトマス・ハリスの小説レッド・ドラゴンを原作にしたアメリカのテレビドラマ。ジャンルはサイコスリラー、サイコホラー、犯罪ドラマ。シーズン1、全13話。シーズン2、全13話。シーズン3、全13話。シーズン3をもって終了することが発表された。 原作とは異なり一連の物語の時系列は2013年時点の現代に置き換えられているため、ハンニバルの追い立ちそのものが根本から異なる。ウィルグレアムは自閉症スペクトラムの一種としてあらゆる犯人に共感し、その動機や犯行当時の感情を再現できる純粋な共感という能力を持っていた。目指していた FBI の捜査官の職は、 適正試験で不適格となったが、その能力を活かし、FBI アカデミーの講師となった。FBI 行動分析課長、ジャック・ウィルの友人であり、彼の精神状態を危惧する FBI 顧問のアラーナ・ブルームは、この起用に反対する。クロフォードは、アラーナを納得させるべく、彼女が支持した巧妙な精神科医であり、人食い殺人鬼、ハンニバル・レクターに、 ウィルの精神鑑定を依頼し、ウィルを操作に加える。そして、操作が始まり、アラーナの危惧していた通り、彼の特殊な能力は、ウィル本人の精神に、多大なるストレスをもたらすことになった。シーズン1では、アペリティフ、アミューズブーシュ、ポタージュ、ソルベなど、フランス料理のコースの名前が、サブタイトルになっている。シーズン2では、解析、先付け、発スン、無う付け、 す魚、かな、こう、など、日本料理の解析の流れが、サブタイトルになっている。シーズン3では、アンティパスト、プリマベーラ、セコンドなど、イタリア料理のコースの流れが、サブタイトルになっている。シーズン1は、アメリカ NBC で2013年4月4日から6月20日に放送された。日本においては、スターチャンネルで、2カ国語版が2014年2月8日から、 字幕版が2月11日から放送された。2015年3月14日から2カ国版が、字幕版が3月16日から、CS のチャンネルアクスンでも放送が開始された。シーズン2は、アメリカ NBC で2014年2月28日から5月23日に放送。日本においては、スターチャンネルで2カ国語版が2015年2月23日から、 字幕版が2月22日から放送された。アクスンでは2カ国語版が2016年2月12日から字幕版が2月11日から放送中である。シーズン3はアメリカ NBC で2015年6月4日から放送された。日本においてはスターチャンネルで2カ国語版が2015年10月23日から字幕版が10月20日から放送された。 ドラマ打ち切りの理由の一つに番組の違法ダウンロードがあると報じられた。ありがとうございます。